こんにちは、ベビチューブです。眠りつわりってやつだね、うん、夜しっかり睡眠が取れていても日中頭がぼーっとしたり、うん、体がだるかったりしてママの意思とは裏腹にテキパキ動けないことがあるんです。私もソファーで1日2回くらい昼寝してたんだよね。昼寝を2回、うん、妊婦だからって最近だらけてるんじゃないって思わないでほしいな、うん。パパのイメージのつわりってやっぱり吐き座りのね、うん、っていうイメージが強いんじゃないかなって思うんだけど、実際は一日船酔いレベルのね気持ち悪さがずっと続くっていうつわりの症状のママも多いんです。吐いてないからつわり楽そうでいいねって思われがちなんだけど、これも結構辛いんです。辛いんだよね、うん、数ヶ月間ずっと飲みすぎて二日酔いしてるって思ってもらったらパパは想像しやすいと思うんだけど、吐いてないと楽そうはイコールじゃないっていうことを知ってほしいな。結びつかない、うん、妊娠中はお腹が大きくなるだけじゃなくて、うん、もちろんね他の部分もね大きくなるんだよ。そうなんです。もちろんそれはママ自身もすごく気にしてるし、食事の管理のストレスもすごいんだよね。すごいわかる、うん、そんな時に大好きなパパからあれ最近太ったねとか、うん、いや産んだらダイエットしないとねとか言われるとママは本当にショックだから、優しく見守ってほしいな。お願いします。お願いします。これはパパにとってはね少し理不尽に感じてしまうかもしれないんだけど、妊娠中ってホルモンの関係でもう本当にどうでもいいことですっごくイライラしてしまったりとか、ちょっとしたことで傷ついてしまったり、ママ自身も自分の感情をコントロールできないことが結構あるんだよね、うん、情緒不安定になるよね、うんうんうん、そんな時ママの態度にパパもイライラしちゃうと思うんだけど、ホルモンのせい、うん、ホルモンのせいって思い出してもらって優しく接してくれたら本当に嬉しいです、うん、ありがたいよね、うん、パパも仕事が忙しいから、うん、全てを完璧に分かってほしいとは思ってないんだけどね、うん、生まれてくる赤ちゃんを一緒に想像しながら積極的に協力してもらえるとすごくありがたいよね。お願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではバイバーイ。